当時の日本の典型的な大型タンカーだった極東丸。同様の1万トン級タンカーが、飛戦団の主力で、極東丸も非71戦団に参加している。飛戦団、飛合戦団は、日本が大東亜戦争において、日本本土とシンガポール間で運航した一連の護送戦団である。主な任務は、日本占領下のオランダ領東、インドから産出する石油を、 日本本土に輸送することであった。大型高速のタンカーを中心に構成され、フィリピン方面へ増援部隊を送る軍隊輸送船も多く加入した。戦略的に重要な船団として優先的に護衛されたが、アメリカ海軍の潜水艦や航空機による攻撃で大きな損害を受け、沖縄へのアメリカ軍上陸が迫った1945年3月に運航停止となった。 非選団の名の由来は定かではないが、航路沿線であるフィリピンの頭文字とする説、日の丸の嫁の頭文字とする説などがある。個々の非選団の名称には、航路の便に奇数、袋の便に偶数の番号が順次割り当てられた。したがって、航路の第一便が比例一宣団袋の第一便は比例二宣団となる。非八十八宣団など一個の宣団が、 定段に分割された場合は、非 88A 戦段から非 88J 戦段のように定段ごとのアルファベットも追加されている。おおむね番号順に運行されているが、中止により、欠番になった戦段や、実際の運行順とは前後している戦段もある。番号は、比例1戦段から非99戦段までの範囲で循環使用されたが、実際には、 ちょうど一周したばかりの二代目の非零三戦団までで航路廃止となっているため、ほとんど重複はない。なお、日本の護送戦団の故障としては、非戦団の創設以前から第一海上護衛隊管轄海域で航路ごとに割り当てられた一定範囲の番号を循環使用する方式が広く用いられていた。1944年2月頃からは、 出発地と目的地の読みの頭文字に番号を組み合わせた、また30戦団のような方式も用いられている。第2海上護衛隊管轄海域では、航路ごとの符号に出航日と加入輸送船数を組み合わせた4桁数字ないしカタカナ1字プラス3桁数字の戦団名や、航路符号に出航月日を組み合わせて4桁数字とした戦団名であった。 ボルネオ島ミリ航路の石油輸送船団である未船団や鉄鉱石輸送専用の手船団、軍隊の作戦輸送である松輸送、竹輸送といった特殊な命名方式もある。大東亜戦争当時、日本は円滑な戦争継続のために艦船や航空機などの燃料として多量の石油を必要としていた。戦前の推計では海軍用250から300万トン、 民需用250万トン、陸軍用60万トンの戦時石油需要があった。国内の油田や人造石油の生産だけでは、到底足りず、戦前の石油備蓄を取り崩す一方、南方作戦で占領した、オランダ領東、インドや英領ボルネオからの石油輸入が重要となった。日本本土への輸送量は、毎年300万トン以上が必要と算定されていた。 南方作戦での資源地帯確保は極めて順調で、危惧された油田設備の破壊も少なかったにもかかわらず、その後の占領地からの輸送はあまり順調ではなかった。その大きな原因はタンカーの不足にあった。海戦時に日本が保有したタンカー潜伏は合計で47万相当があった。しかし、長距離輸送に適した大型タンカーの多くは、 建造時からの計画通りに日本海軍の補給艦として徴用されてしまい、日本本土への石油輸送には使えない状態だった。その結果、本土への輸送に使える大型タンカーは10万、総トン未満に過ぎなかった。中型以下のタンカーを合わせても南方からの石油輸送に使えるタンカー潜伏は20万総トンを割り込んでいたのである。不足を補うために、 戦時標準船としてのタンカー建造も行われては、いたが、1943年に入って少しずつ、竣工し始める程度のペースで、あとは、貨物船改造の応急タンカーがいくらか期待できる、だけだった。飛船団の運航が始まった1943年度には、360万トンの石油輸入が必要と計算されていた。しかし、 輸入実績は1943年末の段階で185万トンにとどまっていた。大東は戦争開戦前、日本海軍は東南アジア資源地帯とのシーレーン防衛に関する具体案を持っていなかった。アメリカ海軍が海戦早々に無制限潜水艦作戦を開始して民間船舶を襲撃したのに対し、日本海軍も港作戦終了後に、 海上護衛隊を編成し、適宜に護送船団を運航させたが、無護衛の船団や独行船も多かった。日本にとって最重要の南方資源であった石油についても、1942年3月に、ボルネオ島、セリア3油を積んだタンカー、立花丸を先駆けに輸送が始まっていたが、護衛体制は確立されない状態が1年以上、続いた。 1943年5月春工の解剖艦、エトルフ。大東亜戦争も後半に差し掛かった1943年7月、日本海軍は石油の本土輸送のため、石油輸送専門の高速護送船団を新たに運航することにし、これを非船団と命名した。従来のオランダ領東インド方面からの石油輸送はシンガポールを起点に、 サンジャックや高尾などを経由する航路だったのに対し、非戦団は原則として、シンガポールと文字を直行で結ぶ航路とされた。この非戦団創設の背景には、戦時標準船として急増された大型タンカーや、長距離航海が可能な新型船団護衛艦である解剖艦が、1943年前半から徐々に収益開始し、艦船の能力的に長距離直行便が、 運航可能になったという事情があった。なお、非戦団が、産油地のオランダ領東、インドまで行かずに、途中のシンガポール発とされた理由は、オランダ領東インドの主要油田のあるパレンバンが、河川港で大型タンカーが入港できないため、中石用の小型船を使って、大規模港湾のあるシンガポールに石油を集積する方式とされていたからである。 戦団は重要戦団とされつつも、護衛兵力の実態は甚だしく不足していた。最初の比例一戦団から1944年2月の非43戦団までは、解剖艦か旧式駆逐艦一隻だけの護衛が、ほとんどであった。戦団の航路を含む海域を担当した第一、海上護衛隊は、他の海域の護衛部隊に比べれば戦力が整っていたが、それでも、 護衛対象の船舶の多さに比べて少数の艦艇しか配備されていなかった。加えて、稼業率を優先して、船団編成のための出港待ちを嫌ったため、輸送船5隻程度の小規模船団が細切れに運航され、ただでさえ不足しがちな護衛艦が分散する結果となった。1943年11月に海上護衛総司令部が創設されてからも、 こうした状況は変わらなかった。アメリカ海軍は1943年9月から日本のタンカーを潜水艦の最重要攻撃目標と指定していた。日本側にとって幸いなことに1943年末頃までアメリカ海軍の潜水艦用魚雷は不発が多く、非船団の損害もさほど大きくはなかった。しかし1944年2月になると タンカー5隻と高架客船、浅間丸で構成された重要船団、非40船団が攻撃を受け、タンカー全滅で浅間丸も損傷の壊滅的損害を被ってしまった。同月には、非30船団も2隻のタンカーを撃沈されており、トラック島空襲も重なって、月間の船舶被害は激増した。非30船団、非40船団のいずれも護衛は、解放艦1隻だけで、 敵戦水管に自由な襲撃を許してしまった。1944年2月に非40戦団の全滅などを経験した日本海軍は海上護衛総司令部の発案に基づいて、非戦団の運用方針を大戦団主義に転換した。これは戦団の運航頻度を減らして1個の戦団の規模を大型化することで護衛艦艇の集中を図る戦術であった。 一隻だけの護衛艦の無力さが明らかになり、特にアメリカ海軍潜水艦が軍狼作戦を採用しつつあることからも、一個の船団に複数の護衛艦が必要と認識されたのであった。記述のように本来の非船団は石油輸送用の高速船団であったが、フィリピン行きの増援部隊を積んだ軍隊輸送船も途中まで同行することが多くなり、 これも、船団の大規模化につながった。大船団主義の本格作用と合わせ、1944年4月には、石油輸送船団の速度別の再編が実施された。船団速力13ノット以上を高速飛船団、船団速力9から12ノットを中速飛船団とし、それ以下の低速船団として、シンガポールより日本に近いボルネオ島ミル域の未船団が創設された。 高速の飛英船団は、従前目標通りの文字イコールシンガポール直行便を建て前とする一方、中速の非 B 船団は、高尾に途中寄港する運用へと変わった。空母診高。非船団の護衛に従事したが非81船団の護衛中に撃沈された。護衛強化策としては、量産が軌道に乗った解剖艦が、次々と飛船団用に投入された。 1944年1月から試験されていた戦団護衛への空母使用も護衛空母搭載用の第931海軍航空隊を同年2月に創設同年4月の日57戦団から本格運用に移された日本における戦団護衛への空母使用は上陸作戦時などの例外を除けば非戦団のみで行われた空母から哨戒機を飛ばすことで 敵潜水艦に対する探知能力を強化する目的であった。兵力の増加した護衛部隊の指揮統制のため、特設護衛戦団司令部の制度も導入された。特設護衛戦団司令部は司令官の少々、以下人員若干のみの組織で、直接の戦闘兵力を持たず、戦団編成時に集められた護衛艦艇を臨時に指揮することになったが、 司令部専属の参謀もいない体制で、寄せ集めの護衛部隊を有効に統制することは困難であった。その後、1944年11月、司令部だけでなく、固有の戦闘艦艇を有する初の護衛専門戦隊として、第101戦隊が編成されている。同年12月には、第一海上護衛隊が第一護衛艦隊へと格上げされた。こうした、 大戦団主義の下で、戦団の規模は輸送船10隻程度に護衛艦5隻以上と拡大された。最大級の事例は、空母3隻を含む輸送艦船17隻と護衛艦,艦艇10隻で構成された非69戦団、輸送艦船20隻と護衛艦,艦艇14隻で構成された非71戦団などがある。従来の日本戦団に比べて大規模であったが、 大西洋の戦いでイギリスが運航していた5層船団に比べると小規模であった。沈没しつつある給油観測級、非71船団にタンカーとして参加していたが潜水艦の乱撃で失われた。1944年4月の船舶被害は一時的に大きく減少したことから大船団主義は潜水艦に対する被害対策として 一定の効果があったと日本側では評価されている。もっともアメリカ潜水艦が通称破壊以外の任務に振り向けられたことや運用ローテーションにより連度の低い艦が増えたことの影響とする見方もある。いずれにしろ大型化した船団でもレーダーやソナーなどの対潜水艦用センサーが劣っていたことなどから防御が完璧ではなかった。非船団で 最大規模の日71戦団は、輸送船4隻、沈没、3隻損傷の上、護衛の空母、大鷹まで失った。優秀輸送船10隻、護衛艦7隻の日81戦団も、多数の兵員、物資を搭載した、陸軍特殊船2隻と護衛の空母、新鷹が撃沈されてしまっている。マリアナ諸島の攻防戦が一段落した1944年、 後期はアメリカ潜水艦が日本の南方航路周辺に集中するようになり、非船団の戦いは一層激化した。アメリカ海軍はサイパン島に潜水母艦を進出させて前線基地とし、潜水艦が短い航海で南方航路付近に到達できるようになった。非船団やフィリピンへの増援船団が多く航行するバシー海峡周辺海域はアメリカ海軍によって コンボイカレッジとあだ名され、潜水艦部隊の格好の戦場と見られた。また、大戦男子には主に潜水艦対策として採用されたものであったが、フィリピンへの連合軍上陸など戦況が悪化して、新たに航空機の脅威が大きくなると、帰って一網打尽にされる弊害が出てきた。1945年1月、それぞれ護衛艦を合わせて15隻以上の 大型船団だった非86船団と非87船団は南シナ海に侵入したアメリカ海軍第38任務部隊の空母航空隊による空襲を受けて相次いで壊滅してしまった。非86船団と非87船団が相次いで空襲による大損害を出した教訓から非船団は一転して船団の規模を縮小し標的の分散により 被害極限を図る戦術に変更された。これは、護衛対象の輸送船が減少する一方で、解剖艦の大量建造が進み、船団を小さく分割してもそれなりの護衛艦をすることが可能になったためでもあった。わずかな残存輸送船で多くの資源を運ぶため、編成待ち時間を減らして、稼業率を高める狙いもあった。 こうして1945年1月下旬以降の非戦団は2から3隻の輸送船を同数以上の護衛艦,艦艇が守るという編成が一般化した。なお別航路の低速石油船団である未船団が1944年末に廃止されており大型タンカーの枯渇もあって従来は未船団に加入したような小型低性能のタンカーも非船団に多く加入するようになっている。 大本営は、ルソン島へも、連合軍が上陸して、南シナ海が連合軍側の勢力圏下になる中、特攻精神による突破輸送を唱え、重要資源に限って、シーレーン維持を図る方針を取った。この方針に従い、1945年1月20日、日本海軍は、戦団護衛強化のための南高作戦を発令した。日本側の護衛強化にもかかわらず、 戦団の被害は止まらなかった。アメリカ海軍の南西太平洋方面潜水艦部隊はルソン島のスービック湾に作戦拠点を前進させ、南シナ海とボルネオ島周辺に20隻もの潜水艦を配置して日本戦団を襲った。戦死総書によれば、南号作戦期間中に航行した重要資源戦団は15体、加入輸送船は延べ45隻。 護衛艦,艦艇は延べ50隻で、そのうち輸送船20隻と護衛艦4隻が失われた。3月下旬、大本営は沖縄への連合軍上陸が間近に迫っていると予想し、もはや非戦団の維持は不可能と判断した。3月16日に南港作戦は一時中止が発令され、シンガポール行きで航海を航行中の非99戦団。 非令一戦団以降の南海予定戦団は中止となった。南方に残存する稼働船舶を集めて最後に出港する飛船団となった日 88J 戦団が編成され3月19日にシンガポールを経ったが同月29日までにすべての輸送船を撃沈された。飛船団の運航停止により日本の南方占領地からの主源輸送は 実質的に終焉を迎えた。もっとも、軍令部が当初に計画した、護衛空母の用途は、飛船団でなく、陸上機による航空支援が難しい横須賀港イコール小笠原、諸島イコール最パン島々の船団護衛を想定していた。本来は、マリアナ諸島方面の増援部隊護送船団である、松輸送用に考案された制度であったが、竹輸送や飛船団の指揮にも用いられた。 なお、臨時護衛船団司令部と呼ぶ文献もある。輸送艦船は、大型タンカー7隻のほか、航空機運搬任務の空母2隻、その他貨物船など8隻。護衛艦は、空母と、軽巡各1隻を含む。タンカー9隻のほか、陸軍特殊船3隻、その他貨物船など8隻。護衛は、空母1隻を含む。非九十9船団の編成は、タンカー。 第五三水丸及び護衛の駆逐艦、朝川家明、奈良並びに、解剖艦浮く、新南からなる。二代目の比例一戦団は、タンカーダ・マサカエ丸、サバン丸及び護衛の解剖艦地区部並びに第四十号、第百二号、第百六号解剖艦が六連白地で準備中。二代目比例三戦団は、三月十二日時点で、護衛として、第十二解剖隊主力。 第72号解剖艦、第102号小海艇及び解剖艦、区下が予定されていた。なお、祝いは、この時期の非戦団参加予定タンカーとして、上記の非99戦団、非01戦団予定船の他3 g へ5丸、セリア丸、橋立丸を挙げ、待機中のタンカーを総数7隻程度とする。最後に行きで、途中分離の3隻を除く。ありがとうございます。